っと声出していいよ。いいね、呼吸発揮、もっと声かけていいですよ。皆様大きな拍手を温かい声援を誠にありがとうございます。改めまして登壇者の皆様に大きな拍手をお願いいたします。いや、よかった、急に元気出た、よかった、素晴らしい、ありがとうございます。さあ、それではですね、せっかくなので皆様より一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずは主演の山谷さんからよろしくお願いいたします。はい、主演灰谷さな役を演じさせていただきました山谷かすみです。今日は朝早くからお集まりいただき本当にありがとうございます。短い時間の中ですが楽しんでてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。山谷かすみさんです。続きまして吉田さん、お願いいたします。ワンマお願いします。はい、今日はお越しくださりありがとうございます。と、私は金原恵里奈役をさせていただきました吉田美久と言います。私は今回初めての本格的な演技で初めてのだったんですけれども、初めてのお芝居のリハーサルの時に、監督に今の状態だと点数2点だよって言われたんですね。監督こっち監督はい、本番では4点くらいなりました。はい、ちょうど4点くらいでした。ちょうどそれでも4ですか。0点じゃなくてよかったです。はい、今日はよろしくお願いします。吉田美久さんです、よろしくお願いいたします。素敵なご挨拶でしたね、ありがとうございます。続きまして春川さん、お願いいたします。はい、本日お越しの皆様、ありがとうございます。クレバヤシルイ役を演じさせていただきました春川メイクと申します。私今日を昨日控えて夜中も1時間おきぐらいに緊張で目が覚めてしまってすごいもう目めっちゃ上がって しまうんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。春川メイクさんです、よろしくお願いいたします。とてもね緊張しいということでね、監督からも伺ってたんですけどもね、しっかりした声で、ね、よかったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして佐々木さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。葵鈴鹿役を演じさせていただきました佐々木萌恵です。はい、この作品はすごく短期間で女子みんなですごく集中して作り上げた作品なので、とても思い入れがあるというか、なんかみんなで作り上げた感がすごくあって、今日皆さんにこうやってお届けすることができてとても嬉しく思います。これからまた突っ走っていくと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。佐々木萌さんです、よろしくお願いいたします。続きまして清水さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日はご来場ありがとうございます。志垣あやめ役をやらせていただきました、清水愛理と申します。普段はグラビアのお仕事を中心に活動しているんですけど、なのでこういうなかなかこういう機会もないのですごく緊張しているんですけど、チャック全開で今日も一日乗り越えたいなと思ってやってきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。声のトーンと衣装のギャップがとても魅力的な清水愛理さんですね。続きましてアチハさん、よろしくお願いいたします。はい、アチハですね。そうです、アチハさん、アチハさん、すいません、皆さん、白石雪の役をやらせていただきましたアチハ彦です。今日は久しぶりに、キャストの皆さんと監督さんとスタッフさんにお会いできてとても嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アチハ彦さんです、よろしくお願いいたします。続きまして園原ありささん、お願いいたします。皆さんこんにちは、リリパッド学園の桃園凛役を演じさせていただきました園原愛沙です。凛ちゃんの役はアイドルの役で、私も2年間アイドルをしてたのですごい親近感が湧いて、なんか初めての映画ですごいドキドキしてたけど、なんか監督さんやその共演者の人がアドバイスくれてすごくいい作品になったかなって思います。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。園原ありささんです。続きまして水木さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さん今日はありがとうございます。灰谷さり役を演じました水木さや子です。
せっかくお芝居をするならやっぱりこういう非現実的な世界になんか身を投じてみたいなとずっと思っていたのでこの作品に出演させていただいてとても嬉しいです。皆さんに見ていただいてこれからこの映画がもっと大きくなっていくことを期待しています。今日はありがとうございます。ありがとうございます。水木さや子さんです。よろしくお願いいたします。続きまして西岡さんお願いいたします。はい、こんにちは。田辺優役を演じさせていただきました西岡里奈です。よろしくお願いします。私もお芝居の勉強を始めてまだ少しでわからないことだらけだったんですけど共演者の皆さんや監督さんプロデューサーさんなど皆さんにいろいろ助けていただいてこの場に立てました。本当に感謝してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。西岡里奈さんです。よろしくお願いいたします。それでは最後に加納監督お願いいたします。はい、監督の加納隼人です。本日はお越しいただきありがとうございます。巷ではいろんな話題作が上映されしかも今日は映画の日ということですごいタイミングで公開だなと思ってたんですがこんなにたくさんのお客さんが見に来てくれて大変嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。加納監督です。よろしくお願いいたします。ではですねまず山谷さんに伺いたいと思うんですけれども、はい、本日主演として初日をついに迎えることができましたが、はい、今作が映画初主演ということで、そうですね、伺ってるんですけれども改めてどうですか初日を迎えたお気持ちぜひお聞かせいただけたらと。いやでも本当にたくさんの人が駆けつけてくれて本当に嬉しくて出演が決まったのが撮影が始まる2週間前ぐらいで本当に怒涛な撮影期間を経て、ね、短いスパンの中ここまでなんか皆さんに届けられることができて本当にただただ今すごいほっとしています。いやこれから見た人がどういう感想をくれるのかなってすごい楽しみな気持ちがいっぱいです。じゃあもうせっかくだからね今山谷さんもそういう話ありましたけどもねご覧になった皆さんにね聞いちゃいましょうかね。どうですか皆さん今本編上映しまして皆さんいかがだったですか。どうですか。お、よかった嬉しいですね。たくさん拍手起こってますし、まあ、山さんね主演というのはいろいろ不安だったと思いますけどどうですか周りの皆さん同世代だったり、まあ、監督もとてもね前室からすごいねノリがこう優しい方だなと僕も勝手に思わせていただいたんですけれどもそういうみんなに囲まれてこう作品作りできたと思うんですが、はい、とてもねこの拍手もあって嬉しいんじゃないでしょうか、うん、どうです山さん。いやお仕事自体はすごい小さい頃からやらせていただいてるんですけども、こういうふうに真ん中に立つっていうことが今回初めてで、うん、いや全然慣れなくてすごい不思議な気持ちだけどはるかはどうかな。バッチリありがとうバッチリです。バッチリずれてない真ん中ずれてる。ずれてないよ。あ、お戻ししますもうセンターの場所気にしていただいて、はい、ありがとうございます。